全国宅検受験生の皆さんこんにちは、えー、レック専任講師の水野と申します これ、えー、まあ宣伝になるんですけどもね、あの三月二十七日にですね、スーパー合格講座というレックでですね、やっているまあ一番長いですね、えー、講座ですね。それのですね、あの生クラスを受ける最終開講が三月二十七日、えー。まあここら辺にね、後で出ると思いますがご案内がね、えー、の告知でございます。であのもう皆さんすでにお勉強を始めてる方もいらっしゃるでしょうし、これからやろうかなという方もいらっしゃると思うんですよ。で実はねもうダケ試験で動くのが結構早くて、特に今年はね民法の大きな改正があるので。 で早い人だともう12月から始めてます昨年のですよ、えー、であとはうそうですね1月ぐらいからもね、うん、かなりどん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 ね多くなり始めましてねもうスタート切ってる方が結構いらっしゃるんですねじゃあえー、そんないるのそんないるのじゃあ間に合わなくないと、うん、いやそれは大丈夫なんですけどね なぜかって言ったら大体12月ぐらいからやってる方はねもうそろそろ今息切れしてます。うん、で息切れ、まあ、してほしくないんだけどやっぱ息切れしちゃうんですよ。だからね全然まあ逆転できる。もちろんできます。ただね本当に早めに動かないと合格する確率って早く着手した方がこれずっとやっぱ上がるので。早く着手するじゃないですか。早くやっても忘れちゃう人。そんなもの繰り返し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 積んでいくもんなんですよ。真の実力っていうのは。だから早く始めた方がいいに決まってます。だからもし皆さんがね 今今年あのまだ受けようか決めててないで今聞いていで聞ただいてたら、ま、ずは受けるどうせ受けなきゃいけないってったらただもうねやるかやらないかもう迷ってないでもう今もう迷ったらもう今やってくださいもう今日から始めるとね不思議とねやる気出てくるんですよもうね明日でいいや明日でいいや明日でいいや来週の飲み会まで来週の旅行終わってからそうするとね多分ゴールデンウイーク明けまでやらないですよね でゴールディンウィーク明けもね旅行とか行っちゃうとねこれなんかこう勉強というものがもう、モチベーションが上がってこないですよね。でそうするとね次のチャンスがね願書配布ぐらいなんですよ。もう6月末7月なんですよ。そっから始めるいやいやあのそっからだってねやれる人は合格する人はできるんですよ。でもやっぱりなかなかね今のたけ試は難しくなってんでね,ね早い時期から着手するもう今これ。 多分ね、聞いていただいたのは何かのご縁なんですよ。もう今日、始めてください。えもう今日、この場で始めてください。えまあ、レック申し込んでいただければありがとうございましたし、レックの教材もらう、買っていただきありがとうございますしたね。私の本、 ね、あの初めてのなんか一冊みたいな本買っていただくもありがとうございましたし何か悪クを起こすことによってやる気出てきますからまずは第一歩を踏み出す、ね、それをね今日この場でやっていただければと思います。はいじゃあ、まあとは27日最終開講ですねあのここら辺に出ますんでねそれもよろしくお願いしますということで皆さん今年絶対合格しましょう